コラボ企画では各種製品取扱い中です。詳しくはマックスインダイレクトサイトをご覧ください。皆さんこんにちは。今日は私がずっと使ってきている思い入れのあるこちらのデジタルミラーのご紹介を今日はいたします。でこちらはマックスインの A001B という機種になりまして、実は私このドライブレコーダーのレビュー動画、しかもこのデジタルミラードライブレコーダー初めてレビューしたのがこの MDR の A001B になります。ステッパゴのスパーダのハイブリッドの時代からチャンネルをご覧いただいている方はご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、あの車に初めてデジタルミラードライブレコーダーをつけたのがこの A001B でして、レビューしたのも初めてということで、もうあれから2年が経過する機種になってるんですけれども、相変わらず私このノアボクシーになってからも、これ2機目になるんですけれども、つけて使っておりまして、落ち着いております。で、数々のデジタルミラードライブレコーダーを、まあ、レビューこれまでしてまいりました。チャンネルを見ていただけますと、いろんなドライブレコーダーレビューしておりますので、見ていただければと思うんですけれども、なぜ私がこの A001 に落ち着いているのかということを皆様に今回ご紹介をしていきたいと思います。デジタルミラードライブレコーダーいろいろとレビューしてきたんですけれども、なんといってもデジタルミラードライブレコーダー最も重要なポイントというのは、このスクリーンの明るさ、輝度になります。まあ、当たり前なのかもしれないんですけれども、特に夜ではなくて昼間の輝度、見やすさになります。で、今これ最高輝度に実は設定してありまして、このマックスインの製品 A002 という機種も後継機種でありますけれども、これ今最大って出てるんですけれども、このようにもちろん輝度の調整っていうのはできるようになっています。で、これ今最大輝度にするとどのぐらいになるかと言いますと、カタログ値では800から900カンデラということで言われております。で、ここまで明るくなってくるとどういうことが起きるかと言いますと、この映り込みが非常に少なくて、後ろの車のこの被写体くっきりと見えるようになるということになります。で、これを今度輝度を下げるとどうなるか、最近出ているドライブレコーダー、価格が高いにもかかわらず非常に輝度が低いものが出ております。まあ、それは何なのかということはあえて伏せておりますけれども、まあ、動画を見ていただければ一目瞭然わかるかと思うんですけれども、そうするともうこの映り込み、もうこれ今映ってるのがお分かりいただけると思うんですけれども、後ろのこのカメラが映している映像にその上に映り込みが乗っかってくるようになりますので、せっかくカメラで映しているのにもかかわらず見えにくいという症状が起きてくるよということになります。なので、デジタルミラードライブレコーダーを導入するんだったら、まず輝度の高いものを購入しないと意味がないよということになります。で、これが今最高輝度値になっております。で、ちなみにトヨタの純正のデジタルミラードライブレコーダーもご紹介したんですけれども、まあ、ドライブレコーダーの機能がない、まあ、トヨタのボクシーノアボクシーに純正オプション採用さ純正オプションのものに関してはドライブレコーダーないですし、トヨタのクラウンに関してはドライブレコーダーついてたりするんですけれども、でもやっぱり純正というだけあって非常に輝度としては両方ともに高いものとなっております。なので、昼間見た時のこのくっきり感というものはしっかりとしているわけなんですけれど、それと全く引けを取らない、むしろこちらのマックスインの A001、 それから A002、 まあ、PR1 もそうなんですけれども、まあ、それらの機種に関してはこのアフターマーケットのドライブレコーダーとしては、もう純正、それよりも純正よりもさらに上を行くぐらいのくっきり感、見やすさというものがあるよということで、私、こちら今でも使っていると、まあ、いうことになります。まあ、今でもというか、一時期はこれやめて、別の機種のドライブレコーダーもちろん使ってたんですけれども、また最近 A001 を使うきっかけがありまして、今、自分の車に取り付けて使っていると、まあ、いうことなわけなんですけれども、結局2年前
レビューさ、2年前に初めてレビューさせていただいた A001 が一番いいよと、まあ、いうことを、まあ、今回すごく感じていると、まあ、いうことになります。なので、まあ、ドライブレコーダーとして の, その機能というのはもちろんすごく重要ですし、もちろんインターフェースという意味においても非常に重要ですし、その中の機能がどれだけ入っているのかということももちろん重要だったりするんですけれども、やはりデジタルミラードライブレコーダーとしての基本的な機能ということをやっぱりこう抑えているものが、やはりデジタルミラードライブレコーダーを買うときにいいものを買ったなという満足感というものが得られるということを皆様にお伝えしたいなと思います。はい、なので今ちょうど前が西日がかかっているような状況で、周りが非常に明るい状況なので、通常でしたらこのデジタルミラードライブレコーダー輝度値が低いものでしたらほとんど見にくい青っぽく映像が映し出されるような状況になるわけなんですけど、全くそんなことがなくて鏡で映している状況とほとんど変わらないような見栄えになっているのがお分かりいただけると思います。でもちろん、まあ、鏡と言いましてもこう車内にあるものですから、鏡の状況になってしまうと外を見ようと思った時にリアのハッチからしか見えないわけで、もちろん後ろの後方というのは視界が広がっていて見通しが悪いといった状況なわけなんですけれども、カメラがハッチのど真ん中についているということもありまして、このような形で全くこう視界がない、でカメラ自体も後ろ広角のレンズになっているということもありますので、くっきりと見えて後ろの状況というのもしっかりと把握ができる、で横だけが広角ということではなくて、もちろんこの上下方向というのももちろん広角になっているということなので、空も見えますし、こちらの路面の状況というのも見ることができるということで、ものすごくデジタルミラーとしての性能が高いドライブレコーダーであるよということで、私これ気に入って使っているということになります。ですごく皆様にとって気になるところとして、じゃあ A002 の方がいいんじゃないのっていうふうに思われる方も多いと思うんですけれども、 A002 も動画のレビュー動画出しておりますので、詳しくはそちらの方を見ていただければと思うんですけれども、もちろん A002 の方が機能としては高いというのはもちろんあります。で価格も A001 が 44,000 ぐらいだとすると、 A002 は7万円超ぐらいしますので、まあ、3万円以上高いものになっておりますので、もう一台そこそこいいデジタルミラードライブレコーダーが買えるぐらいの値段ということなので、全く価格が違うと言ってもいいとは思うんですけれども、まあ、私自身は正直言って先ほど冒頭でご紹介した通りで、デジタルミラードライブレコーダーとしてのこのミラーの見え方が満足できれば OK っていう考え方が結構あるので、なのでこれに落ち着いてるっていうのがあります。 A00 にはさらにこの ADAS の機能、ブラインドスポットの機能なんかもすごく使いやすくて便利なのは便利だっていうことはもちろんあるんです、ありますし、さらに GPS がついていて時計をいちいち合わせたりする必要っていうのもないよというところもすごく便利なところですし、さらに後ろのこの滑らかな映像で、こちらは今 25fps なんですけれども A00 には 60fps ということで、非常に滑らかにモニタリングしてくれるというところも魅力的な部分ではあるんですが、私も A00 に使ってみたんですけれども、まあ、特にそこまでの機能はいらないかなというのが私の正直なところでして、でさらに多分ブログを見ていただくとお分かりいただけると思うんですけれども、最近 A00 になんですけれども、フリーズする現象っていうのが今出ている状況になっております。多くの方から問い合わせをいただいておりまして、ラブンブログの方でサポート企画というのをやっているんですけれども、まあ、私もそのサポート帯編集長と一緒にやらさせていただいているんですが、フリーズしている現象に関しては、まあ、我々も今対応させていただいておりまして、現地のエンジニア、マックスウィンの社長を通じて現地のエンジニアと今改善ができる方向で
ファームウェアの開発進めておりますので、また進捗が分かり次第皆さんにもシェアさせていただければと思うんですけれども、そういった不具合が今出ているという状況です。私も A00 を使っていて、フリーズする現象というのが何回もあって、で SD カードをまあ交換して、SD カードの読み込み速度の違い等の影響があると、またその規格の問題ですね、もうそれによってフリーズしやすいのかなと思って SD カードをいろいろ試したんですけれども、やはりフリーズする現象が出るよと、まあ、いうことがあったので、ちょっとやっぱりフリーズしてしまうとダメだよねっていうところは正直やっぱりあったりしますし、まあ、ドライブレコーダー入ってるんで、やっぱりドライブレコーダーが止まっちゃうとちょっと問題あるよねと、でその時に事故を起こしてしまったら状況証拠がつかめなくて意味がなくなってしまうということもありますので、だったらもう常に安定しているこの A001B、 これは今まで私こう使っていてフリーズするというような現象というのが一度も起きてないという状況もありますし、まあ、今回この真夏の炎天の状況下の中でもしっかりと耐えてくれている状況でもあります。全く不具合も出てないし、カメラが破損したということも全然出てないですし、非常に性能としてドライブレコーダーの機能としても安定しているということで、一番信頼できるもので、なおかつ価格もそこそこ4万円半ばぐらいの価格で、普通のドライブレデジタルミラードライブレコーダーとして、まあハイエンドクラスにはなるかもしれないんですけれども、まあそのぐらいのまあいいものといういいもの感というものもしっかりとあるドライブレコーダーなので、まあ、私としてはすごくこれが気に入っておりますし、まあ、これからデジタルミラードライブレコーダーの需要というのはまだまだ続いていくということもありますので、デジタルミラードライブレコーダーを検討される方にとって私も自信を持っておすすめさせていただけるのがこの A001B ということで、まあ、皆様にご紹介させていただいたという次第になります。で今回この A001B もマックスウィンとラブーンとのコラボ企画というのをやっております。なのでマックスウィンの直販 EC サイトで購入をいただけますと2年間のサポート、また32ギガの SD カード、そちらの方がセットとなって不具合が起きた時しっかりと私たちはサポートさせていただくという企画のものとなっておりますので、デジタルミラードライブレコーダーを検討されていてこれからお求めいただくということなのであればご利用いただければと思います。マックスインもですね、アマゾンとかでコメント見ていただくと非常に いろんな評価をいただいております。もう二度とこのマックスインの製品買わないっていうコメントもあったりとか、価格が4万円とか5万円とかするものを買ったにもかかわらずサポートの対応が非常に悪いとか、まあ、そういったコメントを多数いただいております。マックスインのサポートというのは非常にずさんな状況が続いていて、それをなんとか改善したいという思いが尾身編集長の方にはあって、それが発端で社長と話をさせていただいて、ラブーンとマックスインのコラボ企画の中でアフターサポートというものもお客様に満足できるようなものにしようということが発端で始まった企画になっておりますので、私ももちろんこういった高額商品を買ってサポートがずさんだったらもちろん買わないんですけれども、やはりそういった方の気持ちも非常によくわかりますので、まあ、そういった、まあ、第三者的なですね、立場でサポートの対応をさせていただいて、皆様により良いカーライフご提供をしていきたいと、まあ、いうことで望んでおるということになりますので、まあ、ぜひ、マックスインの商品、今回の A001B を含め、A002、それから BR01 も含めなんですけれども、購入を検討されている方は、ぜひ、お求めいただければと思います。それではまた次の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。